こんにちは、西荻フレンドリースクール事務局の松浦です。西荻フレンドリースクール公式ブログ幼児教育支援 .com 動画版、本日のテーマです。学校説明会で何を見るです。それでは西荻フレンドリースクール室長の今野由美先生、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、まあね、コロナ禍なのでね、実際に学校の行っての説明会が実施している学校ってまあ半分ぐらいで、あとはオンラインとかの学校もあるんですけれども、実際に学校に行けるチャンスがあった場合はどういった部分をね、チェックする方のがいいかなというところがあるんですよね。はい、そうですね、うん、だからね、よく学校説明会でね、まあ建物、まあ、きれいに越したことはないですけどね、設備のチェックとか、そう設備のチェックとかね、まあある学校行ってたまたま教室対象の説明会っていうのに行った時に、はいはいはい、まあ一つびっくりしたのは、プールが地下にあってね、女子校なんですけど、プールが地下にあって、それで地下にもかかわらず木漏れ日がこう入ってくるような、でしかも女子校だから、なんで地下にあるのかって言ったら、女子校だからやっぱりあんまり水着姿とかをね、周りから、うん、見られないんで、すごい配慮だなと思ったんですけど、とても地下には 見えないっていうか、うん、それはすごく感動したんですよ。で、まあ本当にね、施設を見るとしたらね、他はどうでもいいんですけど、例えばプールだったら、まあ今安全面を考えて、本当に床が低学年には少し上がってくる、じゃあ中学年はちょっと下がるっていう風に、この床調整ができるって、私それがすっごい大ポイント、それがないんだったらプールはまだない方がマシだなと思ったんですけど、やっぱり私の知ってる子供が知ってる人だったんですけど、まあ、公立のね小学校に行ってて、まだ1年生で、本当に可愛い盛りの初めての夏のプールで、まあ公立だからその床が自動的に上がったり下がったりはしませんよね。でそれを台を置いて、1年生のために台を置いて高さを作ってたみたいなんですよ。なんかね、大きなね、台みたいに沈めてね、高さ調整するとこありますよね。あるんですけど、それがやっぱり滑りやすいから、1年生だし、なったばっかりだから、それをプールの時に足が滑ってそのまんま沈んじゃって、でちょっとしばらく気がつかなかったらしいんです、先生も。で気がついた時にはもう溺れちゃったって、本当にその1年生になったばっかりの夏でね、そういうやっぱり悲しい事件っていうのが起きたっていうことを聞いたことがあるんですよ。はい、だいぶ前の話ですね。もう本当に前ですね。で、とかって思ったんですけど、まだまだ私立の小学校がそこまで全部が床がこう 上下上がってくるっていうのがない時代だったのでね、でも少しずつそれをやり始めてる時期だったんですね。でも私その時やっぱ思いましたね。もしプールがあるんだったら、まあ親としてはね、そのやっぱりその床が低学年とか中学年とかっていうことで、その床調整ができるっていうのは、大変ありがたいなって、安心できますもんね。まあその辺はね、まあちょっとこう安全に関わることだから、どこまで考えてるのかなっていうのは、まあそれは知っておくに越したことはないんですけど、はいはいはい、あとはね、もうその施設っていうことを、いやお宅の学校のプールがとても気に入りましたっていうふうにはね、面接で言うわけにはいかないのでね、やっぱり そうですね、それよりも、その何を見てこなきゃいけないかって言った時に、まず親の目でどういう子供がこう入ってるのかなとか、はい、あとまあどういうふうにね、学校見学であればね、どういうふうに先生がね、子供たちにこう接してるのかって、やっぱりね、授業とか見ると分かりますよね。分かりますね。ただただこう授業を通してやってるとか、あと面白かったのがやっぱり私が見た時は、はい、2年生で2年間だけかな、その校長が変わったんですけど、すごいその校長はやり手の校長先生で、そのすごい学校改革が上手なんですよ。それ私も知ってるんです。すごいすごいなと思って、
で、その先生がわざわざそこに赴任して、学校の立て直しを図ったんですよ。はい、で、まあ、縁ご縁があって、もう元々知ってる先生だったので、ご縁があってね、その、見に来ませんかって言われて、見学に来ませんかって言われて、給食も美味しいとか言われたんでね、よしよしよしとか思って見に行ったんですよ。で、じゃあ何を見に行ったかって言うと、やっぱり展示物は見ましたね。うん、どんな、なんかいっぱいこう書道が飾ってあって、ああ、なかなかみんないい字書くなと思ったんですけど、でも、まあそのやり手の校長先生だから、その自分がになって赴任して2年間なんか一生懸命やったんじゃないですか。1年生と2年生の1年生と2年生までが、うん、あの自分がちょうど私が行った時は自分が取った生徒なんですよ。で、まあ、1年生2年生見てうんうんうんと思ったんですよ。3年生はそれほど気がつかなかったんですけど、でも高学年は明らかに前の校長先生の時代なんですよ。でもさすが立て直し図るって言ってるだけあって、全然違うんですこう生徒のあれが、はい、児童像が、児童像が、だからあのまあこんな言い方したらあれですけどやっぱピシッとしてるし、その新しいあのそう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 2年生の方はね、そう、あの授業に対する向かい合い方もあのきちっとしてるし、あすごいなと思って見て、だん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 上の方見てったらあらちょっと雰囲気違うなっていうのがあるから、もし校長が変わったっていうんだったらば、その前と後とちゃんとね、うん、見ていった方が私はいいと思いますね。そうやって学年で比べることもできるんですね、その途中で先生が変わったりするからね。できます、うん、私の場合は明らかに違ったんで、すごいなと、思ったんですよね、だからそういうふうにあの方針が変わるわけじゃないんですよ、その学校のそういうあの校訓とかそういうことが変わる、うんわけではないんですよ。伝統的なものは変わらないんですけどね、それでやっぱりすごく思ったのは、まあ私びっくりしたのは日本女子大の付属の方面小学校ってありますよね、あそこもやっぱり教室見学のさせていただきましたね前行ったんですよ、でもびっくりですよね、どのクラスどのクラスどのクラスの黒板を見ても先生の字がすごい綺麗なんですよ。板書が素晴らしかったですね。え？って思うような人がいないという。うん、でも板書がすごいっていうことは、結局、あの、クラスの子供たちが本当にわかりやすくて読めてっていう、すごく大切だと思うんですよね。でも本当思いました。この学校の先生になるには字が汚かったらなれないんだなって思うぐらい綺麗でしたよね。あれは感心しました、やっぱり。そうですね。どの学年もどのクラスもです、えっとか思う字がないんですよねそうですね、だからそういうふうに学校説明会っていうのは何を見るかって言ったら、まあ1年生と6年生、じゃあ1年生でと入った子たちが6年間でどう変わっていったかとか、そういうこう中身的なもの、施設とか、だからよく面接で言われてるのはやっぱり施設を褒めるのはあまり良くないって言うんですよ。非常に立派な行動で、ね、そう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 じゃなくて、私たちも前の先生から言われたのは先生を褒めろと言われてあれしたんですけど、本当にそういうこう先生のその細やかな、その何て言うの、生徒への気配りとか気配りっていうのは分かりますね、あれを見たらやっぱあれだけ綺麗な板書をね、揃えてるっていうことは、ああ字を書くこと大切にしてるんだなとか、なんかいろいろ感じるものはありますね、だからよくそういうものを見て、それがその学校の、学校の方針とこういう方針を謳ってるけれどもそれがどういうことなのかとか、である、まあ、明星小学校なんかも正直な良い子って言うんですよね、正直な良い子っていうのがそれまでね、貼ってあるどこの教室行っても正直な良い子って多分貼ってあるんだと思うんですよ、はいはい、私が見る限り、で面接に行ってる子にね、正直な良い子って貼ってあるけどそれってどういうところにみんな先生が言ってるのって聞いたら、何でもいいからね正直に話しなさいってすごく言うんですって、先生が、あなるほどね、だからそういうこう正直に自分の気持ちが言えるような環境を先生たちが作るんだなっていう、だからそういうのってやっぱりこう本当に学校に行ってみて、学校の中の展示物だったり
それから先生たちがしてる授業とかを見てすごくよくわかるんじゃないかなっていう。だから学校のね、そういうこう設備の面ばっかり、設備やらね、何やらっていうものをこう見てくるんじゃなくて、学校のね、やっぱり先生の姿と、うんうんうん、そういう子供の姿勢とかもそうですね、子供のね、勉強に対してどういう姿勢でやってるのかなとか、楽しそうにやってるのかなとか、うんうん、楽しそうにやってるってことは楽しい授業に違いないわけだから、うんうんうん、そういうところをぜひね、見てきていただきたいなって思いますね。そうですね、はい、去年よりは学校説明会もだいぶ緩和されたような感じはしますからね。そうですね、うん、はい、実施してる学校もあるので、ぜひ学校に行ける場合は行ってみた方がいいですよ、はい、この時期、はい、ぜひ参考にしてみてください、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、それでは教室からのお知らせです。西荻フレンドリースクールでは子育て、幼児教育相談会を平日と土曜日に行っております。小学校受験に関する質問、子育てに関するお悩みを由美先生がマンツーマンでお答えいたします。実際に教室に来ていただいて、対面式での相談でも大丈夫ですし、オンラインとかも大丈夫ですのでね、何でもお気軽にご相談ください。現在ご覧いただいている YouTube の概要欄にリンクも貼ってありますので、ぜひチェックしてみてください。体験授業も受付しております。1歳6ヶ月から年長さんまでお待ちしております。ぜひフレンドリースクール一度見に来ていただければと思います。連絡先です。電話番号が 03-3390-0750 番、メールアドレスが info@friendly-school.com です。教室では引き続き小学校受験、幼稚園受験、海外での教育、英語教育など幅広いテーマでお話をしてまいります。よろしければぜひチャンネル登録もお願いいたします。それでは本日も最後までありがとうございました。失礼いたします。